皆さん、こんにちは、佐藤大輔です。佐藤のラジオ第七百七十四回、よろしくお願いします。はい、今回は、二千二十四。明治安田 J ワンリーグ第二十二節。名古屋グランパス対 FC 町田ゼルビアの一戦について、展望を話していきたいと思います。試合は、七月六日土曜日十八時、町田祇園スタジアムで行われます。はい、えー、対戦相手 FC 町田ゼルビアですね。表示しているのは、前説リーグ戦のスターティングイレブンということです。 でここ、スタメンではないんですが、鈴木選手ですね、累積で出場停止と、前節、ベンチからスタート、途中出場でイエローカードをもらってしまい、それで4枚目だったんですかね、今節は出場停止となっているということです。で、ゼルビア、ここまで21試合を消化して、13勝4敗、4分けと、勝ち点43、リーグ首位ということですね、2位以下に勝ち点差5をつけての首位と。 いうことですねまあもうリーグ半分も消化して、首位を維持しているということなので、まあその力は本物かなという感じですね、とにかく勝負強いですね。で得失点差見ても、得点34に対して失点が17、得失点差プラス17、この数字もリーグトップの数字ですね、安定した成績を残しているということが、まあ、こういった数字からもわかるかなというところですね。 でまあ、戦い方としてはやはりボール保持率は高くないと、その代わりやはり強度高い、特に中盤でのプレスの数値が非常に高くなっていると、そこからのカウンターというのが1つの得点の形なのかなと、まあ、さらにこれ、ロングスローも含むだとは思いますが、セットプレーもかなり得点源になっているということのようです。まあ、本当に得点の可能性を高めて、失点の可能性を下げると、勝つためにやるべきことを徹底しているというチームですね。まあ、こういったチームから 勝ち点を取るのは簡単ではないという感じの対戦相手ですね。で、並びは基本的にフラットな4・4・2ということだと思います。一度だけ3バックで試合に入ったことがあるようですが、もうそらくね、明日も4・4・2なのかなというふうには思います。で、まあ、やはり攻撃陣、タレント強烈ですね。まあ、前節なんか、エリキ選手、ミッチェル・デューク選手、2トップ組んでおりますし、まあ、ここに平川選手、藤尾選手といったね、オリンピック代表コンビもいると。 いうことですです戦い方としてはやはり高強度高い強度のプレスを仕掛けてくるチームですのでまあ、やはりグランパスとしてはやりづらい苦手としている部類のチームなのかなと思います。まあ、前節の対戦ではねロングスローの流れから失点をして敗れてしまっているということで、まあ、なんとかねシーズン W は避けたいところなので首位チーム相手かつねなかなか噛み合わせとしてもなかなか難しそうと。 いうところではあるんですが、まあグランパス、奮起を期待しいしたい一戦かなというふうには思いますはいでここからは名古屋グランパススターティングイレブンメンバー予想なんですが、ゴールキーパー、ランゲラク選手、ディフェンダー右から内田選手、ハチャンレ選手、野上選手、ボランチは稲垣選手、森島選手、ウィングバック右に久保選手、左に中山選手、シャドウの位置に坂木原選手、長井選手、センターフォワード、山岸選手という11名を予想します。でこの試合選手が累積 警告で出場停止とで、ただ代わりに内田選手は累積明けで、この試合から出場は可能ということなので、まあ、出場停止の三国選手に代わって出場停止明けの内田選手が右のセンターバックに入るのかなと予想をいたします。で、ディフェンスラインから前に関しては、そこ以外は前節と同じなのかなと。私は個人的に思っていたんですが、戦前の長谷川監督の？ コメントで森島選手ボランチ起用スタートから行くということを明言したと中日スポーツが報道をしているとでこれ記事のタイトルが「ボランチ起用スタート」で明言みたいなこと書いてあるんですが記事の中身を見る限りそこだけではちょっと本当に明言しているのかどうかよく読めないんですが、まあ、中日スポーツがそう言うのであればそうなんでしょうということで。 森島選手ボランチ予想としておりますでそうなってくると他のポジションも多少変わってくるということでまあ私の予想は表示している通りなんですがもう一つのパターンとしては前節三国選手のポジションに稲垣選手を、まあ、右のセンターバックまあサイドバック的な感じではあったんですが入れてと。 いうことも考えるその場合はボランチはハシ選手になるのかなと思いますので、まあ、やっぱりグランパス今の戦い方だと右のセンターバックはサイドバック的な動きをどうしても求められるという時に、まあ、そうなってくると稲垣選手をそこに置く意味がどれくらいあるのだろうとあの前節確かに入っていましたけれどもあれはスクランブル的な感じなのかなというふうに思ったのでさすがにそこは内田選手であったり吉田選手の方が。 適性はあるのかなと思います、まあ、なので内田選手右でで何て言うんでしょうディフェンスラインから前もこの通りという予想をしております。でそもそもなんですが、まあ、森島選手別にボランチで起用するのは全然いいとは思います。ただ、まあ、それを試合前に明言する必要はないのかなと私は思います。やはりね相手に必要以上に情報を与える必要はないと思いますし。 まあやっぱ勝負にこだわるのであれば、まあ、そういったサービスはいらないのかなと私は思います。まあ、このあたりね、まあ、考え方それぞれぞだとは思います、まあ、反対に、ね、逆にこれで蓋を開けてみたら森島選手がシャドウで出てましただと、まあ、長谷川監督、なかなかやるなという感じにはなるとは思うんですが、まあ、果たしてどうなるのかということですね、まあ、あとは怪我人のところですね川面選手であったり泉選手が戻ってきてくれるのであれば本当に心強いなと。 まあそれぞれぞ左のセンターバックであったりウイングバックに入るのかなというところですね、やっぱり出場選手、特にスタートから出ている選手への負担というのはかなり高まってきているところですし、もう本当にかなり気温も高くなってきていて、コンディション的にもきついと、あとやっぱりベンチも、ね、決して層が厚い状況ではないので、そろそろね負傷者1人、2人戻ってきてくれると、非常にありがたいなというところも期待したいなと思います。 はい、でこの試合の展望なんですが、まあ、グランパスの現状、前節敗れてしまってリーグ3連敗中ということですね、これでリーグの戦績が8勝10敗3分けと勝ち点27、順位は11位ということですね、負けの数が勝ちの数を2つも上回ってしまっているということですね、まあ、順位も半分より下に落ちてきているということで、まあ、なんていうんでしょう、今はまあ順位どうこうというよりも、とにかく1つ勝ちが欲しいのかなという状況だと思います。 でまあ、スタメンのところでも言いましたがその試合三国選手が出場停止、まあ、これ痛いですね痛いは痛いとで右のセンターバックには私は内田選手ないし吉田選手が入るのかなと思いますで、まあ、それはやはりここ最近の戦い方を継続していくのだろうなというところの予想から、まあ、そういうメンバー予想と、まあ、右のサイドというか右のセンターバックの選手が自分たちのビルドアップの時は サイドバック的なポジションに移動して左はウィングバックの選手が最終ラインまで降りるということですね。で、まあ、後ろ4人にしてビルドアップをしていこうと。で、まあ、ここの目的というか狙いというかメリットっていうのは正直、ここ数試合でよく分からない、見えていない、ただとにかく後ろ4枚にしてビルドアップしたがっているというところですね。で、そのメリットがちょっと分かりづらいことに加えて、 それを知って左のウイングバックの選手を下げた時に左の攻撃的なポジションに人がいないという状況が生まれてしまってそのデメリットがかなり大きくなってきているのかなと。 まあ例えば中山選手が左に入った時に中山選手の攻撃的な良さがなかなか出づらくなってしまうというデメリットが上回っているんじゃないのかなという気はしてならないんですが、まあ、ちょっと何かを目指していてそれがうまくいっていなくてうまくいっていくとその並びが非常にこうそうするということなのかもしれないですとまあただちょっとまだそれが見えてないかなということですね。で明日の相手町田はおそらく2トップ4四2フラットのっていうことなので。 そうすると別に3バックで十分数的優位は作れるのかなと2トップに対して3人で回せばいいのかなっていう気はやっぱりどうしてもしてしまうで逆に4バック気味にしてしまうと2トップに加えて両サイドのサイドハーフの選手がしっかりとグランパスの両サイド、まあ、サイドバック的なポジションにいる選手にビタッとプレス人数かけて合わせてくるような気がするので。 そうなると何て言うんでしょう4にしたデメリットがより多くなってしまうような気もしていて相手のハイプレスを誘発するような形になるのが怖いなという気はしています。まあこの辺りは杞憂に終わってくれればいいなと思いつつただやっぱり怖いなという気はすると。でまあそもそもやはり町田高強度のプレスが予想されるというところに対して。 決してグランパス得意とは言えない地上戦を仕掛けるのが特撮なのかっていうのはあるとかなりリスクあるんじゃないのかなっていうのは本当に怖いここは本当に怖いです <laughs> なのであのやっぱりそれができるような戦い方の準備であったりメンバーっていうのが少し足りていないように見えると。 やっぱり地上戦でプレスをかわしていくにはデュエンスラインの枚数増やそうが何をしようが中盤である程度しっかりボールを持てたり人をかわせる剥がせる選手が必要なのかなとまあ単的に言うとということだと思いますでまあそのための森島選手ボランチっていうことなんだろうなと思いますがそのわざわざそのメンバーをいじくりながらその戦い方を維持するのは何なんだろうっていうのは やっぱり疑問特に明日の町田ということを考えるとその戦い方は町田の有利な土俵になってしまうんじゃないのかなっていうところが、まあ、本当に怖いもう本当に何回も言ってますけれどもなかなかその戦い方の選択でまた自分たちの首を絞めるようなところを見たくないなということですねでまあこれ繰り返しになりますけれども私はやっぱりそんなことになるぐらいであれば後ろ3枚でいいのかなと。 無理に地上戦であの剥がすような戦い方はせずに、両ウイングバックをしっかり高い位置に置いてで、それで対角線のフィードを狙ったり、あとはもっと直線的でもいいので、山岸選手のポストプレーを生かしていくということでもいいのかなと、でやっぱり山岸選手のポストプレーというのは本当に非常にうまい、グランパスの今、攻撃にあって数少ない。 武器の一つなのではないのかなと思いますのでここを正直生かさない手はないのかなとでここにねシャドウの2人の選手が絡んできて長い、まあ、選手プラスアルファみたいな形になると思いますけれどもで場合によってはウィングバックの選手もボランチの選手もみたいな感じになってくると山岸選手にね一ついいボールが入ってでそこでフォロー入る選手が1人2人いるだけでチャンスになるんじゃないのかなというふうに思います。 まあやっぱりグランパス正式今なかなかうまくいっていないので手数をかける攻撃っていうのはリスク高いですしまたやっぱり対戦相手が町田ということを考えると手数をかければかけるだけ町田のプレスを誘発するという行動になってしまいかねないのでまあそうであったら相手のサッカーにお付き合いをする必要はないので中盤を省略するような戦いサイドであったり最前線を生かすような戦いでまあサイドだったり最前線であれば 仮にボールを失ってしまっても守備はまた準備できると思いますし大きなリスクにはならないのかなというところなので、まあ、やっぱり失敗した時のリスクっていうのもどうしても考える必要はあるのかなとやっぱりサッカーっていうのはねどんだけ戦い方準備していてもそれがピッチ上でうまくいく確率っていうのはかなり低いスポーツだというふうには思います。で 取られたときにどうなるのかっていうこともあらかじめ考えておかなければ自分たちのやりたいことをやったけどそれがうまくいかなくてカウンター食らって失点したねだとやっぱりちょっと辛いということはあるのでグランパスとしてはとにかく結果が欲しい状況だと思うのでまあ、やっぱりうまくいかなかった時のリスクもマネジメントできる攻撃の形っていうのを準備しておくということは一つ現実的な選択肢としてはありうるのではないのかなと思います。 まあ無理にね難しいことをやろう、貫こうとして頑張って頑張って、本当に選手は真面目に頑張って戦っていると思います、選手はというかまあスタッフも含めですけれども、勝つために頑張ってくれているんだとは思います、ただ、まあそれでね残念ながら結果が出ずに、まあ選手もそうですし、応援している側もそうですし、なんだか心身ともに消耗してしまっているという、非常に今、なんていうんでしょう、残念な状況にチームはなっているというところですね。 でまあ、その地上戦でつなぐというのがグランパスのクラブアイデンティティみたいなものであればもう本当にそこはもう動かさずに貫くんだ結果なんか二の次なんだっていうところは。 わかるあるのかもしれないですけれども自分が考える限りグランパスは別にそんな戦い方に強いアイデンティティを持ったそういったところを持てている作れているようなクラブではまだないと思うので、まあ、やっぱり今は何よりも結果を出していって少しずつチームのねあの調子というか雰囲気を上げていく方が大切なのではないのかなというふうに思っております。 で対戦相手町田ですねそれでいうと本当に首位チームでありながらとにかく結果へのこだわりが強いチームまあもう結果へとにかくこだわるということがアイデンティティだみたいなチームともいえるということですねでやっぱり細かい戦い方戦術云々もそうなんですがやっぱりまずはここですよね勝つんだ絶対に得点するんだ絶対に失点しないんだっていうようなそこの勝負にこだわる姿勢っていうところがまあやっぱり スポーツ根幹になってくると思いますのでここの勝負にこだわる姿勢で相手にね負けているようではやっぱり厳しい首位チームが本当にそれだけ勝利を渇望してるっていうのは本当に町田の強さの一つだと思いますのでグランパスもねここの部分では本当に負けないようにそういった姿勢を見せてほしいなというふうに思いますそしてまあなんとか本当に苦しい試合になるかもしれないですけど勝ってほしいです頑張ってください はいそんなところで「サトンラジオ第774回」今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。